平成30年秋の特別展、明治150年記念、躍動する明治、近代日本の幕開け。慶応千年、大政奉還によって江戸時代は終わりを告げました。翌年には新政府の基本方針を定めた五箇条の御誓文が発せられ、元号は明治と改められました。明治前半の日本は大日本帝国憲法の制定や不平等条約の改正をはじめ、欧米諸国を模範とした国内の近代化が進められました。そして海外の技術も学びながら、郵便、鉄道、ガス灯などが整備されました。また人々の生活は日本髪から洋髪へ、和服から洋服へと予想に大きく変化していきました。明治5年9月12日、明治天皇ご臨席のもと、新橋、横浜、両天守場で鉄道開業式が行われました。同駅間は当時29km、所要時間は53分でした。これは開業当時に書かれたとされる図面です。様々な分野で近代日本の幕開けとなりました。